終わりましたが、ナイゴさん、終わりました。ありがとうございました。告知いろいろさせていただきました。いや、見ていただけると嬉しいです。こうナイゴさん初出演でございまして、いやもう本当イベントで、いやいやもう嬉しいですよ、来ていただいて、ちょっとおしゃれですね。ねえ、今日はちょっとあのおしゃれにしてきました。下はうっさでした。今のうちに、あ、先輩、次郎さん、今日もありがとうございました。お疲れ様でした。北川一子先輩と、はい、信濃の次郎さん、あの、毎回一緒させていただいています。もう本当、いつも本当、お二人ともありがとうございます。今日ちょっと寒い中で、ね、次郎さん、毎月、こう、でも、先輩ちょっと久々でしたね。そうです。終わってみてどうでした？いや本当に今日どうしようかしら思ってちゃんと喋れるからね心配でした。ちゃんと振ってちゃんとねこう話し喋れてましたか。ねえ OK です、大丈夫でした。ありがとうございます先輩。でヒロさん、ありがとうございました。主催のイベントを終えたばかりでございますが、はい、本日生放送でもしよければ感想もいいですか。もうね毎回楽しいねイベントで本当に嬉しいです。チョムさんのおかげです。でももうなんかもうそんな先輩の皆さん先輩のおかげで私はまあついていくだけのような感じで申し訳ないです。でも人生の先輩でございます。人生はね、もう本当になんかあの息子よ。ね、いややめてください。もうリオさんもうまあもうリオさんまだもう。自分の息子のね、孫みたいなもんだからね。そうですよ。口挟んで悪い。これ翔吾くんね、酒の付き合う。俺大好きですよ。あのビール糖ですよ。ニョッキ。あらー。ありがとうございます。マサトさん、飲むのお酒。飲みます。めちゃくちゃ好きです。焼酎あげるで1本ずつ。わー、ありがとうございます。すごい。私の名前が入ってるんだ。すごい。なんか、次郎さんからサプライズが。お土産いただいちゃいました。ラッキー。はい、じゃあ。早速、ナイゴンさんと有田正人さん、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。あの毎回恒例なんですけど、お二人ももしよかったらまたちょっと感想ちょっと一言ずついいですか。じゃあ、今日もですね、翔吾さんに、なんか回しがどうのことを言って、まあ、正直でいけんだな。いや、ぜひ今度は回しをつけて、したいと思います。二人で回しをつけて、三人で回しをつけて。俺もかい。いつも楽しく過ごさせていただいて、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。またぜひですね、はい、呼ばれなくても来たいと思います。よろしくお願いします。もうよろしくお願いします。いつもありがとうございます。本当に信濃さんにも北川先輩にもですね、はい、北川さんにも信濃さんにも本当にお越しいただいてありがとうございます。ありがとうございます。この今あの、美味しいお菓子すみません。いえ、また今日もちょっとありますので、よかったら持って帰ってくださいませ。ありがとうございます。そしてナイゴンさん、はい、イベントもねあの放送中もイベントを告知していただきましたけど、はい、これもうアップ OK なやつですね。アップ OK ですね。すごいもうあら男前の方が男前の方がで、ダブルマサトこれ今回の裏の裏の売りです。今日は言えなかったけどダブルマサトです。あらキラキラマサトとこっち油でギラギラした、そうそう画面がテカテカキラキラこれが裏の売りです。表の売りは2人、裏のこのスリーマンもなかなか面白いですからね。面白いですね。楽しみでございます。8月25日名鉄パターホテル、この2人がいかに裁かれるかだね。これ逆なんですね。裁かれるんですね。多分もういじる人がいっぱいいるんで。ナイゴンさん、はい、初出演本当ありがとうございます。いえいえこちらこそ、あの楽しかったです。でもあっという間でした。また来ていただけると嬉しいですね。呼んでくれればいつでもです。僕は呼ばれなくても。いや本当に、お土産しっかりと何かいろいろそういうあの、はい、イベントとかのあの告知のお土産持ってまた呼んでくれたらまたあの番組に乱入したいと思います。楽しい。でも本当に賑やかなまた会でございましたので、皆さんありがとうございました。しイエーイ。イエーイ。居酒屋乗り。居酒屋乗り。